僕は1年で600食以上毎日外食をしている36歳 AB 型独身の男。今回はドラマサイレントで超話題の下北沢から世田谷代田間のおすすめグルメ5選を紹介。まずは下北六角。22年3月に開業したみかんに入ってる三茶の人気店マルコの新店舗。名物の銀鮭いくら定食が数量限定だから早めの時間にどうぞ。2店舗目は株と下北。1000円で4個まで食べれるランチのハンバーグが SNS で超人気。トッピングはチーズがおすすめで、タレは3種類あるんだけどトマトソースが美味。3店舗目はステイ下北沢グルメといえばのド定番。肉がぎっしり入っててボリュームやばすぎ。からのボーナストラックへ移動。4店舗目は胃袋にズキュン離れ。名物のバスクチーズとほうじ茶の和チャイを注文。チャイがマジうまくて超おすすめ。5店舗目はほらほら。色鮮やかなドーナツが人気。日替わりで甘いのと惣菜系を楽しめる。ついでに平日昼でも長蛇の列のサイレントロケ地のアネアカフェ行っとこ。ドラマサイレントのロケ地で有名なカフェなんだけど、2時間待ちもザラだから平日10時前には並んどこ。サイレント楽しい。